暇や。どうだろう、そうだね。ああそうだ、どうだろう。思い出したよ。君はこの間小学生と遊んでた人だね。あの子は光り輝いていた。命の輝きに満ち溢れていた。一方僕は息が切れて這いつくばって光に目がくらんだ陽炎のようだった。惨めだった。深くて暗い川が横たわってる気がしたな。僕の気持ちがわかるかい。そうだろうね。僕はもうすぐ死ぬ。遺伝性の難病、不治の病でね。この宿命を背負った者にしか僕の気持ちはわからないだろう。いや、たとえ同じ病気の患者にだって分かってほしくない。どんな慰めも死期を遠ざけはしない。急にすまない。脅かすつもりはなかったんだ。久しぶりに同年代の人と話したものだから。それに深い闇の奥に住む者は外の光の世界に憧れるものだから、君と会えたことを感謝するよ。神というものがいるならそれに。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝太陽のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え。けれど君はもうここへは来ないだろう。一期一会、割に好きな言葉だよ。だから気にしなくていい。さよなら。君は変わった子だな。普通は僕に二度と話しかけようとしないのに、親も友人もみんな腫れ物に触るように僕を扱う。遠巻きにして外からかわいそうかわいそうって言うんだ。同情と好奇の目でね。だけど残念ながらあいにく僕はかわいそうではないよ。死ぬってのも悪くないと思ってる。こんな世の中長くいても仕方ないだろう。それは
長くいることに絶望したら困るからだろう。今日は来てくれてありがとう。君は他の人とは少し違う気がする。それが何かはわからないけど、少なくとも僕をかわいそうの枠に入れて並べたりはしないみたいだ。また会えたらここで。ありがとう。少し収まってきた。ありがとう。人が隣にいると安心する。どうしてこんなことになったんだろう。僕だけがもう昔のように駆け回ることもできない。この足が、心臓がそうさせない。ただシーツの中で丸まって、あと何回心臓が打ったら時が来るのか数えるだけ。僕だけがどうしてこんなことになった。そうだ、わかるわけがない。僕にだってわかりはしないんだ。死ぬ理由は簡単さ。けれど死ぬ意味はない。どんなに見出そうとしてもね。生きる意味がないのと同じだよ。逃げたいんだ、逃げたいのに、この重い体が逃がしてくれない。この体は僕を裏切って告げるんだ。忘れるな、お前は死んでいくんだと。どうして僕は。もう少しここにいてくれ。一人だと潰れそうなんだ。はあ、そうだ。でも少しでも君と話したいんだ。楽になってきたよ。ありがとう。暗くなってきたね。僕はもう大丈夫だ。また会えると嬉しいよ。今日は割に具合がいいんだ。この間は今にも死にそうだっただろう。心配かけてごめんよ。あの時は君と会うまで本を読んでたんだ。夢中になってたのか、風が冷たくなったのに気づかなかった。君は本は好きかい。そうか、やはり君とは通じるものがある。今僕は本ばかり読んでいる。多分その間だけは忘れられるからだろうね。本の世界に逃げられるから。君は本を最後まで読むかい。そうか、理由は違うようだけど、僕もあまり最後まで読まないんだ。面白い話ほど読み進めたい。
けれど、読み進むのが怖い。読み終わるとまた僕に戻ってきてしまうだろう。逃げられない僕に。優しくて幸せで、ありきたりで、希望にあふれた、そんな話が読みたいな。そうしたら僕は、僕に戻ってきても悲しくないような気がするから。西の空が暗い。時というのは無常だね。また会えると嬉しいよ。昨日の夜、徹夜したんだ。本を読んでいて、今までも不安や痛みで眠れなかったことはある。だから大丈夫だと思ったんだけど、具合悪くしてちゃ世話ないね。ありがとう。あ、いや、ごめんって言うべきか。叱られるなんて久しぶりだよ。君に会えるかもしれないと思って出てきたんだ。別れの時間は少しだけ後に。この間、優しい話が読みたいと話したね。だけど僕は、この世界にある星の数ほどのどんな話でも満足しないと思うんだ。僕の命が求めるものは、誰かのために書かれた話では足りない。僕は相当にわがままなんだろうね。君とのことも同じさ。君は僕に会いに来る。そして僕のためにそばにいて、僕のために話す。僕のために有限の時間を使ってくれる。そうやって君は僕に贅沢をさせる。だから僕は君が好きだ。ごめん、気分が良くなって喋りすぎた。またここで会いたい。ねえ君、ワニがピンク色なのってどう思う？そうだろう、君なら分かってくれると思ったよ。これ僕が考えた話の主人公だよ。豊かな森に生まれたんだけど、ピンク色だから目立ってしまうんだ。だから餌もろくに取れなくて、いつもお腹を空かせてる。森の住人たちは彼のことを嫌ってるんだ。気持ち悪いとか呪いだとか言ってね。そんな一人ぼっちで生きてきた彼に、ある時友達ができた。それはうまく飛べない小鳥。小鳥は彼の背から飛ぶ練習を毎日したんだ。なんだか恥ずかしいな。これどう思う？そう、僕は今まで話を考えたことはないし、ありきたりで下手だと思う。でも
僕のための話だからそれはいいんだ。だけどできれば君にも何かを与えられたらって願うよ。この間から考えてた、僕のための幸せな話を書きたいって。僕がそこに自分の生きた意味を見出せるような、そんな幸せな話を書くときは君を思い浮かべてる。まだ死ぬなと君が言ってくれそうな気がして。すぐ風が吹いてくる。ここのところそういうのはわかるんだ。時間がないのかな。帰ろう。また会えることを祈るよ。ああ。ありがとう。物語の続きを書いているんだ。この間はどこまで話したかな。そうだ、ピンク色のワニと小鳥が友達になったんだね。ワニはそれはそれは嬉しかった。初めての友達だから、毎日一緒に川で水浴びをしたり小鳥の歌を聞いたりした。だけどワニはいつもお腹を空かせてた。なぜってピンク色だからさ。森では目立ちすぎる色だ。彼の獲物はみんな彼が見つける前に逃げてしまう。ある時彼は空腹のあまり目を回して、彼の口の中で眠っていた友達の小鳥をバクンと食べてしまった。彼はすぐ気がついて顔を真っ青にした。黒沼の水を飲んで吐き出したけど、小鳥はすでに息絶えていた。そして彼は何も食べられなくなった。そこまでしか書いてないんだ。最後をまだ考えついていないから。もし君がそう思ってくれるなら、僕は君に何かを与えられるのかもしれない。僕が誰かに絶望以外の何かを与えるなんて思いもしなかったけど。以前君に日記を書いてると言ったね。あれは嘘なんだ。このノートに書いていたのは遺書。現実と向き合えずに恨みつらみばかりを書き殴っていたんだ。今はこのノートに物語を綴っている。拙いけれど僕の少ない人生で得た全てが詰まった話だ。出来上がったら真っ先に君に読んでほしい。君に会って書こうと思ったから。物語の終わりはいろいろ考えたんだけど、まだ決められない。時間がないのに。それじゃあまた会えることを祈って。少しだけ待ってくれ。呼吸が収まるまで。発作が出ただけ。過ぎ去れば何ともないよ。楽になってきた。ありがとう。薬をやめたんだ。どうせ治りはしない。痛みと発作を防ぐだけの薬だ。薬を飲むとひどく眠くなるし、手が震えて字が書けなくなったりするんだ。僕は
書かなくちゃ。物語が完成しないのは、僕が僕の生きた意味を見つけられないから。迷っては書いて、消して、もうずっと最後を探してる。君といると分かる気がするんだ。君が僕のためにここにいてくれる、それが意味のあることみたいに思えて。僕はきっと生きたい意味を探すために書いてるんだ。書き終わって生きた意味を見つけたら、まだここにいてほしい。僕のためにもう少しここに。はあ、日が落ちてきてしまったね。また会えることを祈って、今日は別れるよ。ありがとう。お祝いしてほしいな。今日でとうとう自由の身になったんだ。いや、まだだ。大体決まったけどね。今日は病院帰りなんだ。入院予定だったけど、なくなってね。体が耐えきれないから、手術も受けられない。検査も薬も断った。もう行かなくていいんだ。あとは死ぬのを待つばかり。だけどもう、僕だけがとは思わないよ。死ぬのを待つばかりは誰でも同じだろう。生きたら死ぬ、みんな同じ、フェアだ。その時がいつやってくるか、たったそれだけの違いだ。だから僕は寂しいけど悲しくはないんだ。もっとよく顔を見せてくれないか。覚えておきたいんだ。ありがとう。今日は少し疲れたな。あの物語はもうすぐ完成だ。君に見せるから、会いに来るから。ああ、待ってたよ。あの話が完成したから届けに来たんだ。最後ずっと悩んでたけど、やっと書けた。友達の小鳥を食べてしまったワニは泣いて泣いて泣き続けるんだ。悔やんで寂しくて、やがて自分の流した涙に溺れて息を引き取る。涙は湖になり、その周りには美しい花やおいしい実をつける木が生えるんだ。森中の動物たちがそこで憩うようになる。けれど誰もその湖がワニの涙だとは知らない。ワニがいなくなったことさえ知らないんだ。おしまい。僕はこういう最後にした。ワニが生きた意味ってワニにはないんだよ。だけど動物たちにはワニが生きた意味がある。それを誰も知らなくてもね。僕が生きた意味っていうのは僕が考えることじゃない。誰かにとって何かの意味があるかってことだ。つまり僕は、僕も君も誰もが生まれたってことが生きた意味なんだ。人はみんな寄り添って与え合うから、
一人で生きられる人間なんていないから。うまく言えないけど、分かってくれるかい？よかった。これ物語を綴ったノートだよ。僕のすべてだ。僕の人生の最後を分かち合ってくれた君に何かを送りたいと思ったんだ。ああ、体が軽い。僕と君が出会ったこと、こんな小さなことも僕の生きた意味で、君の生きた意味じゃないかな。ありがとう。僕は生まれてよかった。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに太陽の力はその才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え、太陽の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。もう行かなくちゃ。いつかまた君に会えるといいな。こんにちは。ひょっとしてあなた、そう、あなたが。あ、ごめんなさい。私は神木です。神木明成の母です。あの子がお世話になりました。明成のことを思い出していたところなの。もしよかったら少しお話ししない？そう、よかった。ね、座って。今日は特別な日だから。今日あなたと会えるなんてね。神様はいたずらが好きだから。今日はね、あの子の明成の誕生日なの。生きていれば20歳になったのね。19年か。早すぎるよね。大人になれそうで本当になれなかったね。明成は遺伝性の病気だった。私はピンピンしてるのに、あの子は。生まれてすぐ医者に宣告されたわ。大人になれないだろうって。毎日毎日不安で、元気に産んであげられなかった自分を責めた。だけどあの子最後にこう言ったの。ずっと辛い思いさせててごめんね、母さん。僕は生まれてよかった。母さんの子でよかった。産んでくれてありがとう。辛い思いをし続けたのは誰よりあの子なのに。だけど明成は
幸せもたくさんくれた。生まれたアキナリを抱いた時のぬくもり、繋いだ手、笑顔、言葉、夜中に聞く寝息、今日も生きててくれてありがとう。毎日喜びをくれた。今はただ寂しくて仕方ないけど、あの子からたくさんもらったから、また精一杯歩いていこうってそう思ってるの。たくさんおいしいもの食べて、いろんなところに行って、アキナリができなかったことを全部私がして、そしていつかあの子に土産話をしてあげたい。私が向こう側に行った時にね。そんな楽しみでもないと潰れそうだから。そういえばあの子、病状が悪化してから動画を書いてたの。部屋を片付けてもそのノートが見つからなくて、書き上がったらあなたに一番に見せたいと言ってた。母さんは二番目ねって笑ってた。あの話は書き終わらなかったのね。あの子渡せたの？よかった。それだけが心残りだった。あまりにも道の途中だったように思えてね。あ、そのノートはあなたが持っていて、あの子もきっとそれを望んでる。私は向こう側で聞かせてもらうからまた楽しみが一つできちゃったな。嬉しかった。ありがとうね。最後におばさんからのおせっかい。大切な人を大切にしてね。時が来てからじゃもう遅い。冷たくなった体にすがってももう遅いのよ。生まれたものはいつか死ぬ。アキナリや私、あなただけじゃない、みんな等しく死んでいく。だからその前に何をなさなくてもいい。立派な功績なんていらない。ただあなたが大切な人を大切にしてあげてね。私たちはみんな生まれた悲しみを背負った者同士、ぬくもりや優しい気持ちを与え合えるはず。あなたもきっと誰かに大切なものを与えられる。それを忘れないでね。